はいどうも MC やそうです。今回ですねオブシディアンアイバラスキンが出たということなので紹介していきます。今つけてるやつがそうですねオブシディアンアイバラのスキンですね。でプレイステーションプラスの方で、999円だったかな、プラス入っていったら確か799円で買えるというスキンですね。どういったものなのかっていうのもねまた紹介していこうかなと思います。はい、いやこれ今日これだけだからということでね、はい見ていきましょう。アイバラ、はいということでね見ていきましょうということなんで、これがオブシディアンアイバラでこっちが通常のアイバラですね。でちょっといじってみて、ちょっと気づいたことがあったんですけども、オブシディアンアイバラと普通のアイバラのスキンの違いっていうか全スキンとの違いちょっと気づいたんですけども、オブシディアンアイバラの方のこのスカート、これ色の塗り方がちょっと違ってるんですよね。普通のやつとこれとこのアイバラとアルカジャイみたいな感じのこのスキンと、あと妖怪スキンとなんですけども、ちょっと違っていて、スカートの部分がちょっと違っていて、まあ今から見てもらえばいいんですけども、わかりやすい色なんだろう、黄色にしよっか、じゃあオレンジにしよう。じゃあこれこんな感じです。ちょっと薄い感じなんですよね普通のアイバラも、こういう風にこのアイバラもこのアイバラもなんですけれども、オブシディアンだけめちゃくちゃ濃い感じの色が出せるわけなんですよね。ちょっとこれがいいなと思って、で自分がいつも使ってるやつはこんな感じなんですよ。結構薄いですよねやっぱり。これが濃くなるという感じのスキンですね今回。いやもうこれだけだから、今日ほんとこれだけだから、これ以外何もないからまあ見ていきましょうということでね、こういうふうにこんな感じですね。ちょっと色の塗り方変えてみるか、じゃあせっかくなんでね。いいんじゃないかな。まあこんな感じで近接も持ってくるのやめよう。なんか歩き方おかしくないこれ。この歩き方どうした。ちょっとまたバグか。またか。もう。またか。またバグか。バグしかねえじゃねえかよ、このゲーム。え、マジ、これどうやって直すのこれ。なんでこんなに構えてこういう風に歩くのこれ。まあいいや、まあいいや。とりあえずね、見ていきましょう。もう一つあって、まあ、このボールでもいいや。はい、ということでね、来ました。まあ、何がちょっと変わってるのかっていうと、アルテミス棒ですね。アルテミス棒の見た目です。今出した見た目ですね。これです。アルテミス棒も4番ですね。4番のこのスキルも見た目が変化するっていうオブシディアン状のスキンになってるっていうだけです。これだけです。次の動画どうしよっか、じゃあ。次の動画ね、多分、わかった。次の動画、じゃあ、ソーティーボス楽々抹殺シリーズ第3弾。ソーティーのなんかボスが来たらやります。はい、以上。ということでね、安尾流商品紹介でした。また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。本当にひどいな、今日の動画。何もやってねえや、あれ。
んなの誰が見るんや。